コゲリンド。毒クラゲ野生でおるやんけ。毒クラゲじゃねえや、陸クラゲか。え、ここすごくない？初めて来たわ。ドンクラス、ノノクラゲ、陸クラゲ、あれライチュウだよな。何ここ、陸クラゲのサイズ感ってこうなんだ。あ、マジか、フォレトスいんじゃん。フォレトスいるわ。強いね。よし、クヌギ玉を見た記憶がないけどフォレトスをゲットした。それこそさ、クヌギ玉もさ落ちてくんじゃないの、上から。だ、その仕組みがマジでわからん。このクラゲマジでこれ邪魔すぎるんだよ。これがさ、要するにさ、今みたいに落ちてくんの。あ、そういうことか。今落ちてきたもんね、確実に。初めてだ。クヌギ玉も落ちてきそうじゃない？ノノクラゲがマジで木の根っこいるから邪魔だな。ハイパーボール。あ、ゲット。これ初じゃないかな。じゃないな。登録済みか。あれ名前の横にボンサボル出てるやつってゲット済みってこと？だとしたらもう手加減もいらないな。ちょっと陸クラゲがまだだから。陸クラゲどこ行ったよ。さっきここにいたんだよ、陸クラゲ。ああ、陸クラゲどっか行っちゃったか、いなくなっちゃったか。普通にリーフィアいるわ。フォレトスめっちゃいんな。クヌギ玉見たことないんだけど。今どの辺？あそこ見えてんのが、あ、ここか。ん、ここに祠があるな。ちょっとじゃあこの上登ってみるか。杭があったりすんのかな。祠っていうのが今のところどういうイベントかよく分かってないからね。杭とかねえか、杭とか。ちょっと今左にゾロアークの絵が出てんだが、ここが祠なのね。でも祠のイベントちょっとまだやりたくないんだよな。まだ早いというか、もうちょっと遊んでからやりきたいんだよな。だからここが祠なわけでしょ。じ
ちょまだ行きたくねえな。ここの辺が頂上か。なんもねえな。まあ、この辺あんま来たことないから。いや、ここが祠なんだよな。うわぁ、なんかいかにもって感じ。まだ行かない。まだ行かない。別になんか、後でやる意味とかないけど、まだ行かない。フォレットスがいっぱいいんのはいいんだけどさ、ほんとマジでクヌギ玉がいねえんだが。クヌギ玉、リククラゲ、いないぞ。シザークロス。いった。ちっちゃ。こいつ初めて見たとき、ほんと衝撃だったもんな。これ登ってみるか。あー、雪ゾーンか。あれ、ミカルゲ初見。初見だよね。うん。催眠術。え？ああ、そうなの？ちょっと次からは、あれだな、クイックボールだな。マジか。この辺、杭ありそうだけどな。どうだった？え？何この穴。え、毒ちゃんのここ。アイアンヘッド。この中に杭がありそうじゃない？ないかな？これ初めて通ったよね、ここ。雪目の子、モスの、まあなんかそんなに大したことねえか。まあ特になしか。落ちてるー。落ちてるー。あ、杭あった。やべえって、こんなとこにあんの？マジじゃん。抜かせる気ないっしょ、絶対。5つ目。黒くてまがまがしい杭が埋まっている。杭を抜きますか？はい。杭を抜くとバラバラと崩れて消えていった。いやー、来てみるもんだね。やっぱ来てよかったな、このなんか謎の穴。
どうした大丈夫か。ん、これたまにあんだよな、動けなくなると。え、これ白竜、こんなとこに普通にいんの白竜さん、マジ。やっぱ雪山には絶対あるな。あと3つだもんな。この辺には絶対ありそうだよな。というかさ、この今の何、なんとか林道とかもさ、地図に名前がないじゃないですか。拡大したらあんの？ああ、このおこげ林道とか。ここってだって通る必要ないもんね、ゲームクリアにとって。で、そういうとこにある可能性高いよね。例えば前さ、ジム行った時にさ、なんか謎のホラー穴いっぱいあるとかあったじゃないですか。多分この辺？この辺とかもな、怪しいんだよな。一回学校帰るか。ジニア先生にさ、話しに行こうぜ。意味わかんなかったじゃん。なんかテラレイドいっぱいやれとか言われてさ、最近強いテラレイドが多いんですよね、なんて言われて、クラベル先生と一緒にさ、なんか、やってこいよ、みたいなのが言われて、やってはいるけど、よくわかんないじゃないですか。あと、お前は、こいつはいつになったら進化するんだ？これちょっと怪しいぞ。道具進化の可能性あるぞ。太陽、月、炎、雷、水、光。力さんリストラかな。そのやっぱ図鑑見たときに、目覚めいしね。後ろから見ていくと、あ、セビエ入れとくか。結局海流とかに勝てねえと思うから、進化させて終わりだと思うんだよね。蛍光とか見てねえな。あ、ドラメッシやね。バットとかも、いや、なんか置いとくだけで進化しそうなやついるな。とりあえずコモル置いとくか、まず。そうしよう。確実になんかレベル上げだけで進化しそうなやつっているから。コモルとかさ、あれじゃないですか、ドラゴン要員だとしたら海流に勝てないと思うんだよな。杭がさ、街中にあるって可能性ないかね。ないか、それはさすがに。
え、ホール先生の話すことは一緒かな？ああ、うん、やっぱ祠行かないとダメだね。あれ？エントランスホールに、ペパーとの話も増えてる。グラウンド？あ、ネモもいる。あれ、話増えてんな。ちょっと待って、エントランスにボタンがいるから、それ探そう。いたー、すぐいた。いや、わわ、ヒロヒコ。ちょっと隠れて。あ、え、何？ふい、危なかった。どこした？その、白状するしかない、か。あれ見て。スターダの二人だ。というわけ、ね。え、どういうこと？あ、ごめん、ちょっとびっくりしてテンパってる。さ、最近ね、ダンのみんな学校来るようになったんだけど、ちゃんと馴染めてるかなって心配で見てた。ピーニャ、やっぱまだ僕らアウェーって感じ？オルティガ、そりゃそうだろう。先生たちへの誤解は解けたとはいえ、はい、そうですかってみんな分かってくれるわけないだろう。だよね、やっぱりここは路線変更するしかないかもね。路線変更？制服改造しちゃってるし。普通の服着るんかな？ピーちゃん、オル君、学校に馴染もうと頑張ってる。路線変更って何すんの？え、ね。大きな声でみんなに挨拶してみるとか？は？何それ？絶対嫌なんだけど。あれ？なんか違くない？いや、聞いて、オルティが。実際、ライムのライブでもそうなのよ。盛り下がってる会場だと、ライムはまず大声でシャウト、挨拶して場をほぐしてるんだよ。それ、ライブだからだろう。ここ学校なんだけど。じゃあ、オルティガはこのまま何もせずアウェイでオッケーなのか？そう、それは嫌だけど。でしょ？だったらもう声出すしかなくない？ほら、やるよ。皆さん、おはようございまーす。ちょっとおい、ピーニャ、恥ずかしい。こんにちは。さあ、オルティガも。お前さ、声出したいだけじゃない？こんばんは。ほら、早く。こんばんは。てかさ、今何時なんだよ。何これ。あれってスター団？なんで挨拶してんの？なんかコントみたいで面白い。意外と怖い人たちじゃないのかな。それで馴染めるならいいけど。なんか印象が良くなってる。え、なんで？はぁ、ピーちゃんもオル君もなんかすご。全然心配いらなかったね。それじゃあお疲れ様でした。なんの話だ。すげえ、ペッパーか。よう、ヒロヒコ、お前も飯か？バトルスクールウォーズではやりやがったな。俺のダチはすごいやつばっかで困るぜ。だってさ、ヒロヒコは文句なしにチャンピオンですごいだろ。ネモも成績優秀ですごいし、つうかあいつもチャンピオンか。ボタンなんてポケモンリーグからオファーがかかってるみてえだし。なんか俺だけ平凡なんだよな。いや、料理上手だし。いやいや、趣味レベルだぜ。親が作ってくれないから上達したってだけで。あ、そうか。そういう事情だったんか。そうだよ、親だよ。マフィティフも元気になったし、宝探しの延長ってことで自分探しを計画してたんだ。自分探し、自分のルーツといえばやっぱ親だろ。父ちゃんってこの学校の生徒だったみたいなんだよ。学校で父ちゃん情報いろいろ調べてみるぜ。サンキューな。あれ、これなんかストーリーにつながりそうだな。学校来てみてよかったな。おお、なんか増えてる。
ねえもん。いやマジ取れ高ねえなと思ってたけど、やっぱ学校来てみるもんだな。そう、ネモがいるっぽいんだよな。どこにいる？あ、いた。これじゃない。あ、ヒロヒコ。勝負の相手に困ってたんだ。え？グラウンドで会うなんて勝負するしかないし、しよっか。あ、そういうこと？まあいいけど。やっぱりヒロヒコはそう来なくっちゃ。ポケセン行っといてよかった。あれ？ネモとポケモン勝負して2時間ほど過ごした。あ、カットかい。カットかい。いやー、いい勝負だったね。学校最強大会に向けてもっと頑張らないと。ネモはね、このダサい方の名前で呼んでるからね。突然誘ったのに付き合ってくれてありがとうね。なに、何だったんだ今の。さあストーリーがまた動き出したな。誰から行こう。ボタンから行こうかな。